こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけれども、品性債務の督促419条について解説いたします。まず、金銭債務ってどういった債務かっていうと、お金に関する債務です。例えば、私が物を買いました。物を買ったら、お金を支払う債務が発生しますよね。私には。この代金支払い債務。これは金銭債務に当たります。また、私が誰かからお金を借りました。そうすると、まあ、お金を返さなければいけない義務が発生しますよね。これも金銭債務です。なので、まあ、お金に関する債務、お金に関する義務っていうのが金銭債務と考えていただければ大丈夫です。で、督促っていうのは特別ルールと考えていただくと分かりやすいと思います。つまり、お金に関する債務については、通常の債務不履行のルールを使うんじゃなくて、特別ルールが適用されるんだよ。特別ルールを使いますよ。っていう内容が今回お話する内容なんですね。で、特別ルールが使われる部分っていうのはこの4つになってきます。一つ一つ見ていこうと思います。まず、履行不能はありませんよ。という話です。例えばちょっとこちら見ていただきたいんですけども、A さんが建物を所有していて、B さんに売却しました。B さんがこの建物を購入したということですね。で、この場合、B さんは代金を払う債務、代金債務、代金支払い債務を持ちます。つまり B さんが金銭債務を負っているということなんですね。で、これ一方で A さんっていうのは引き渡し債務、この建物を引き渡す債務を持っています。つまり A さんはこの金銭債務の督促は適用されませんよ。A さんは金銭債務ではなくて、引き渡し債務、建物の引き渡し債務なので、これには当たりません。ちょっとこちらから行きましょうか。A さん、引き渡し債務って、履行不能の可能性ってありますよね。例えば、引き渡すこの建物が、大地震によって倒壊してしまったといった場合、これ引き渡せなくなるので、この場合は履行不能なんですよ。一方で B さんっていうのは、履行不能っていうのはないんですね。この代金支払い債務について、履行不能っていうのはなくて、あり得ることで言ったら、履行遅滞なんです。お金なかったとしても、それで履行不能にはならずに、履行遅滞。履行が遅れているっていう状況になるだけなんですね。なので、金銭債務については、履行不能はないよと。あり得るのは履行遅滞なんだというところを、まず押さえておきましょう。で、続いて、損害賠償額ですね。損害賠償額、通常っていうのは、まあ、引き渡し債務とかの場合ですね。金銭債務以外の債務だった場合っていうのは、まあ、実際の損害っていうものがある場合がありますね。例えば、この引き渡しができなかったということで、債権者側がホテル暮らしをしなければならなくなっちゃったと。A さんが建物を引き渡す期日遅くなっちゃった。1週間遅れちゃったということで、B さんは1週間ホテル暮らしをしちゃったとなってくると、1週間分のホテル代っていうのは損害に当たりますよね。実際の損害、いわゆる実損です。で、その場合、まあ、損害賠償額の予定とか、まあ、これから解説していく内容なんで、ちょっとまだわからない方もいるかもしれないんですけども、もし損害賠償額の予定をしていなかった場合は、実損額を請求することができるんですね。で、一方で、金銭債務の場合、つまりこれですね。これについては、損害賠償額っていうのは、法定利率もしくは約定利率の高い方が適用されます。実際の損害、つまり A さんが代金をもらえなかったということで何らかの損害が発生したとしても、その損害については賠償請求できませんよ。実際の損害は賠償請求できずに、できるもので言うと法定利率または約定利率の高い方、これが適用されます。で、約定利率っていうのはAB 間で定めた利率になります。一方で、法定利率っていうのは法律で定められた利率です。2020年の4月から2023年の3月末までは 3% って決まってるんですね。で、これは3年ごとに改定されるので、2023年の4月以降、もしかしたら 3% から別の利率に変わるかもしれません。まあ、具体的なパーセンテージまでは覚えなくてもいいと思うんですけども、まあ、3年ごとに改定されるんだというふうに頭に入れておくといいと思います。そしてこの法定利率、いつの時点での法定利率が適用されるかっていうところが一つ問題になってきますよね。3年ごとに改定されるわけだから、
もしかしたら 3% から 4% に変わっちゃうっていう場合もあるんですよ。そうなってくると、どの時点での法定利率を適用するのかっていうのが問題になってくるわけですね。これは、履行遅滞が発生した最初の時点での法定利率を適用します。例えば、AB 間で支払い期日を定めていたと。いついつまでに支払ってくださいって期日を決めていた場合、その期日が到来すると履行遅滞ですよね。その期日が到来した時の時点での法定利率が適用されますよ。という話です。まあもちろん、約定利率の方が高い利率で定めていた。例えば、約定利率を 5% にしていた。法定利率が 3% で、約定利率が 5% だと。AB 間で 5% で合意をしていたというのであれば 5% が適用されるので、今言った履行遅滞が発生した最初の時点での法定利率っていうのは関係ないんですけれども、もしこの約定利率が法定利率より低かったりとか、また約定利率定めていなかったというのであれば、その場合は履行遅滞が発生した最初の時点での法定利率が適用されますよと、まあ、いう話です。で、先ほどちょっと触れたかもしれないんですけども、B さん、この代金支払い債務を、支払うことができなかった。期日になっても支払うことができずに、A さん、実際に損害が発生してしまったと。で、それが法定利率とか約定利率、これよりも大きかったとしても、これは請求できないんですね。実際に発生した損害を請求することができなくて、この代金支払い債務に関する損害賠償請求の場合は、こっちです。法定利率または約定利率の高い方が適用されますので、この点注意してください。つまり、金銭債務について履行遅滞があった。履行遅滞があって、実際に債権者が損害を負った A さんですね、債権者は。金銭債務の債権者は A さん。A さんが、まあ、莫大な損害を負ったと。まあ、仮にですよ。仮に莫大な損害を負ったとしても、こっちが適用されるよと、まあ、いう内容となっております。で、続いて、損害の証明。これはいりません。損害が発生したことを通常証明しなければいけないんですね。例えば、引き渡し債務。これが履行遅滞になったりとか、まあ、履行不能になって、B さん、損害が発生したというのであれば、B さんは損害が発生したことを証明しなければいけないんです。債権者側が。でも、金銭債務の場合っていうのは、債権者である A さんは、損害の証明不要なんですね。もう履行遅滞があれば、利息だったりとか遅延損害金請求することができます。この点も押さえておきましょう。で、続いて、不可抗力による履行遅滞。通常、引き渡し債務とかだと、不可抗力だった場合っていうのは免責なんですよね。あくまでも、債務不履行っていうのは、債務者側に落ち度がある場合、責任がある場合に、損害賠償請求されるっていう可能性が出てくるんです。つまり債務者側に責任がなければ損害賠償債務は発生しないんですね。ただし、金銭債務の場合は不可抗力あっても関係ないよって話なんです。例えば、まあ、B さんが A さんに期日に銀行振込をしようと思っていたと。A さんの口座に銀行振込をしようと思っていたんだけれども、金融機関のシステム、まあ、ネットワークシステムが不具合によってこう送金できなかったと。つまりこれ不可抗力ですよね。 B さんの責任じゃないんですよ。金融機関のシステムのトラブルが原因なので不可抗力なんです。それによって履行遅滞になった、 B さん履行遅滞になったとしても、これは免責されませんよと、まあ、いう話です。つまり利息が発生しちゃいますよ。支払い期日に支払えないとなってくると利息が発生しますよと、まあ、いう話です。まあ、実際に損害賠償請求されるかは別ですよ。まあ、通常であれば、おそらく、金融機関のシステムトラブルがあって払えないっていうのであれば、まあ、A さん、まあ、債権者側ですね。まあ、それは仕方がないねって言って別に利息は多分請求しないと思うんですけども、一応法律上は免責されませんよ。責任を負わなければいけませんよ。っていうところですね。ここ押さえておきましょう。今回、金銭債務の特則4つ解説いたしました。これすべて重要なので、ぜひですね、すべて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。